マユタテアカネは、トンボかアカネ属のトンボの一種。同族のワキアカネ、ナツアカネ、ノシメトンボなどと共によく見られる。和名は、本種の特徴である顔面にある、眉上半に由来する。ロシア、中国、台湾、朝鮮半島から日本にかけて分布する。中国南部から台湾にかけて、大型で福袋口の発達する和種、大眉マユタテアカネが分布する。 日本では、北海道、本州、四国、九州にかけて、亜種が広く分布する。南西諸島の一部に分布し、小笠原諸島には分布しない。成虫は、赤根属の中ではやや、小型。オスは、全長31から4 3ト、mm、ル、腹長19から2 8ト、mm、ル、甲子長22から3 2ト、mm、ル、メスは、 全長30から4 2ト、mm、ル、腹長20から2 9ト、mm、ル、甲子長22から3 3トル。私有とも顔面の額上部には、眉藩と呼ばれる黒色の、眉を立てたように見える斑点が2つ並び、和名の由来となっている。この眉藩の大きさには、多少の個体差がある。羽胸第一側方線に沿う黒状は細くて小さい。オスは、 腹部がやや弓なりに湾曲し、微部状付属器の先端が上に沿った独特の姿をしている。メスの産卵弁は幅広く、中央部が湾入する。腹眼は約1万2000個の小眼の集合体である。未熟期には死由とも退色は、高褐色をしている。成熟したオスは、腹部が石化し胸部は焦げ茶色になる。 メスは普通成熟しても石化せず体色が全体に濃くなる程度であるが、稀に腹部背面の石化する個体が現れる。そのような個体では腹部背面の黒ブーチがあまり発達しないため未熟期でも通常型と区別することができる。また、メスにはのしめトンボに似た羽の先端に褐色の斑紋がある個体とない個体があり、体色は 羽の褐色藩の有無と合わせて4種類の型が存在する。幼虫は全長約15ミリメートルで典型的な赤トンボ型のヤゴで宮間カネに似る。腹部第8節の側棘の長さは第9節の末端に達しない。瀬棘は第4から8節にある。平地から低山地にかけての地層、水田、湿地などに生息し、周囲に。 子立ちのあるようなやや薄暗い環境を好む。河川時期、用水路などでも見られる。交尾中の眉立カネ1年1世代で、卵期間は半年程度。幼虫は4月下旬から8月中旬頃に出現する。成虫は6月下旬頃から出現し、遅いところでは12月下旬頃まで見られる。卵で越冬する。 成熟したオスは水辺に生死して縄張りを持ち周囲を巡回しながら飛翔する。オスはメスを見つけると捕まえて連結し周囲の植物や地面に止まり交尾を行う。産卵は連結だ水産卵または連結だ泥産卵でメスが単独で行うこともある。局所的に生息する禁煙種との異種間交尾の結果主間雑種が確認されている。本種のオスは 他のカネ族、姫コア舞子ミヤ宮間カネとの異種間交尾が見られることがある。国際自然保護連合により、レッドリストの経度懸念の指定を受けている。個体数は安定傾向にある。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。関東地方では個体数が減少している。ありがとうございます。